クララをご覧の皆様こんにちは。今月の月刊クララは検察庁の近現代史、本日は第2話、検察はアメリカの手先だという続説をお送りいたします。倉山先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速いきましょうか、はい、聞いたことありません？こういうの、東京地検特捜部は CIA が作ったので、親中派の田中派系統は狙われるけれども、親米の岸派系統が狙われたことはない。でもなんかぼやっと、あ、そうなのかなって思っちゃう感じです、うん、だから小泉内閣の時に橋本派に対して集中攻撃してたから、うん、でそれで、あ、そういえばロッキードもリクルートもみたいな、はい、話してるんですけど、まずですね、岸派と田中派が同時に存在したことありません。あ、そうなんですね。岸派があの消えて12年後に田中派できてますからね。そうなんですね、はい、時系列がむちゃくちゃです、うん、じゃあエコひいきするっていうことはできないですね、どっちかに肩入れとかね。だから東京地検特捜部が CIA の関与、 CIA というかあの GHQ の民政局なんですけど、はい、関与してるのは間違いないんですけど、はい、そんな単純な話じゃないですし、うん、あの GHQ 自体が民政局と軍情報部の2班分かれて喧嘩してて、あの要するに両方上司なわけですよ、はい、日本人から見た、日本政府から見た、はい、だから片一方にだけについてるわけにはいかないわけですね、うんうん、で東京地検特捜部はアメリカが作ったまでは言えたはいいんですけど、はい、検察って明治からありますか？あ、別に占領されて、はい、っていうわけじゃないそういうことですね。で、検察首脳部の意思で地検、東京地検が動くことはあっても逆はないですから、はい、東京地検特捜部がこの事件やりましょうよって言ったって検察首脳がダメって言って終わりですから、うん、まあ基本的な知識としてですね、はい、あ、クロロのセリフは私が読むことになりました。とうとう秋吉の、はい、声の使い分けができないということでへえ、そんな説があるんだ。この続説は提供コミンテルンでお送りします。結構シリアスな本なんですけど、はい、なんか急に緊張感そういじゃないですかね、はいはい、それでどう、じゃあね、今日はね、あの最終的に1枚の表をまとめますけれども、歴史を一歩一歩追っていきます、はい、自民党の5大派閥を追っていくんですが、自民党ができる前ですね、まずその検察がやった最初の事件っていうのが昭和電工疑獄、昭電疑獄で、はい、で、まあ、ほぼ同時並行で短観疑獄っていうのがあるんですけど、あれ福田赳夫っていう、まさに大蔵省死刑局長、現職当時、はい、後の総理大臣、はい、え、岸信介の金庫番、はい、いきなり捕まってますよね、はい、ちなみにその党の岸さんは菅もプリズンです、この頃、うん、あの永久戦犯の容疑で、はいはい、ね、あれっていうね、まあ、田中角栄は、ね、単なるチンピラですからね、この頃あ、いきなりなんかね、あ、まあこれはね、自民党できる以前ですよ、ははははい、はい、でそれでですね、まあ、吉田茂っていう人が長期政権占領期、その占領明け築くじゃないですか、はい、その吉田内閣が狙われてるのが検察の歴史ですからね、はい、そう、まさに東京地検特捜部、うん、ね、あの佐藤栄作っていう人に対してあの、逮捕したいと言い出して、うん、はい、でその後池田隼人って人を逮捕したいと言い出して、はい、で吉田茂が法務大臣の犬飼武っていう人に命令して、ね、逮捕を止めさせろって言ってね、はい、うん、この国会が開いてる間は逮捕しちゃダメって、はい、言って逮捕できなかった、うん、あれ吉田ってウルトラ親米ですよねそういえばそう、さっきの話になっちゃう、あれれれれみたいな、ね、はい、話のっけからいきなりね、はい、だってまだあの占領軍の影響が大きい時からしてこれですからね、はい、アメリカって誰ですかって、うん、まあでもね、その時佐藤池田が逮捕されてたら間違いなく日本の歴史変わったじゃないですか、はい、まあ変わんなかったんですけど、うん、2人は逮捕されなかったんですが、で佐藤栄作を逮捕しようとしてできなかったのが検察のトラウマになっちゃって、うん、実力政治家に切り込んだって、でも総理大臣が法務大臣に命令してやめろって言われたら逆らえないんだよねっていうんで へこんじゃうんですよ、うん、じゃあ、それで昭和30年代、大物には一切手をつけません、はい、それどころかですね、河野一郎っていう人の疑獄があって競走馬事件っていうのがあってね、はい、うん、それで検察と河野さんが取引すると、はい、
そんなのダメですよって悲喜しちゃって言ったやつは飛ばされると。で飛ばされたやつがなんかね研修所でね博士論文書き上げるとか、ね、はい。まあ検察の歴史って実はあの戦後の特有の話じゃなくて戦前からして政治家に対して取引持ち帰って出世していくみたいな歴史なんですね。官僚チックなでもね正義を武器にしてますから、はいはい。じゃあ次昭和40年代ね、あれ福田派からも出てますね。日通事件あの先週やった、はい、あの霞が関に凱旋者流した大事、はいね、うん、なんですけどね、はい。あとね、吹原事件っていうのは前吉重三郎っていう人池田隼人から派閥いたんですよ、はい、佐藤からしたら前の総理の派閥だから敵最大の敵じゃないですか、はい、潰しに行ってんです。池田内閣官房長官黒金康美食い取られてる。で河野一郎っていうのは佐藤栄作と総理争った中なんですよ、はい、ね、あのもう重政っていう人が共和政党議国で失脚しちゃって、うん、もう旧河野派解体、うん、中曽根派と、まあ、森派っていうのに2つ分裂しちゃって抵抗力なくしちゃう、はい、あれ検察って佐藤栄作さんのねあの総区となって政敵を潰しに行ってますね、うん、あれれれれってね。ちなみにこの田中庄司っていうのはねマッチポンプという言葉の語源です。あ、そうなんですか、ね、マッチポンプっていうのは自分で火つけて消すっていうね、はい、うん、マッチとポンプ一人でやるっていうね、はい、地獄事件があったらな国会で質問して黙ってもらいたかったら金よこせって巻き上げる。うーん、すごいですよこの田中庄司田中角栄があいつと一緒されたくないって言ったって小玉義夫とか長野健二とかねあらゆる闇の勢力あいつには金を渡して黙らせろとかね相手にするなんてねめんどくさいからね、うん、さて次昭和50年ロッキード事件っていうのがあって、まあ田中角栄捕まったのは有名じゃないですか、はい、あれその時中曽根康弘って人も疑惑が上がってるんですよ、はい、で実際に中曽根派から側近だった佐藤高校っていう人が捕まってます、はい、ね、で岸さんの派閥の系統でいうと福田派なんですけど松野雷蔵っていう人もあのそっちがロッキードならこっちはグラマンだみたいな感じで捕まっちゃうんですよ、はい、捕まるというか失脚捕まりやしないか失脚しちゃいます、はい、議員辞職も追い込まれます。あれ福田派って岸さんからねあの継いだ派閥ですよね、はい、ちなみにこの時いろいろ調べてみると時の首相の大平正義さんが検察と組んで自分の政敵の松野さんもう福田派からも追い出されてはぐれガラスになっていたんで、うん、まあ潰しに行ったと。あれ親中派の大平さんの手先になってますよねで松野さんってもうバリバリのグラマンでウルトラ親米ですからね、うん、まあ、数々の本で松野さんがいかに親米かと、はい、親中派と戦っていたかということは書きましたが、うん、あれ親中派が本当は叩かれなきゃいけないのにその俗説だとね俗説だと親米派もやられてますよ、うん、検察中国の手先になってますよ、うん、大平の、うん、あれじゃあ次行きましょうか、はい、昭和60年代リクルート事件、全派閥全滅です四大派閥全滅です、はい、だって江副広正って当時のリクルートの社長知ってる政治家全員にあのバラパーティー券とかあの未公開株ばらまいたって言うんですもん。うーん、で金丸信がなんで俺のとこ来ないんだやっぱり大物ですね。大物ですね。大物ですよ、ね、単純に江副さんが政治音痴だっただけじゃないかってね、はい、あでもあのリクルート事件であの社民連っていう社会党が外れていった4人ぐらいの政党の奈良崎って代理士のとこにあの勘弁してください国会での質問やめてくださいってリクルートの社長秘書室長の松原さんって人が賄賂持って行って土下座して頼んでて、はい、それを奈良崎さんが日テレと組んで隠し撮りして6時のニュースで流れたって知ってます。なんかすごいそれ。見てないですか。見てないです。同世代じゃないですか、うん、でもそんな詳しくなんて覚えてないかも。さらっと見たかもしれないけど。でも私中学生か、うん、秋吉さん小学生、昭和63年とか4年。あ、でも中学生になってますね。なってますか、はい、まあ中1、ね、まあ、当時ニュース見ててなんじゃこれはって、はい、いやでも私そんなところまで深く見てなかったかもしれない。いや深く分かんなくて、うん、なんじゃこれはっていうのはね、うん、
で今 の, あのニュースとか見てるねあの中学生ぐらいの子たちがね世の中のことを知るにあっていってチャンネルクララやってるわけです。あでも今の話聞いて、うん、それを題材にして漫画にしたんだって今思っちゃった。結構ね、結構ありましたね、いろんな漫画とかドラマでありますからね、うんうん、あそれでですね金丸信っていう人もねあのやられてますね、うん、北朝鮮から金塊もらってたって、ねうん、で中村千四郎という人がねやられてるんですが、ゼネコン疑惑は、まあ、竹下派、旧安倍派、中曽根派とね旧中曽根派とね、はい、三大派閥またがってますね、はい、どっちかといえば安倍晋太郎ってねあのどっちかどころじゃなく親米派ですからね、はい、それ安倍派を継いだ三塚博士って人がね狙われましたよね、はい、ねうん、あと中島洋次郎事件って言ってですね、まあ、この中島さんっていうボンボンの代理士が最後、ね、不幸な最後を取りちゃうみたいな、ね、事件もあって、あれ安倍晋太郎の、お嫁さんのお父さんが岸信介でしたよね。はい、そうですね。あれ岸派狙われないんじゃないんでしたっけ、うん、ついでに言うと宮沢喜一もねあのリクルートとかで狙われてますね、はいはい、あちなみにこの中曽根派ではですねご丁寧に、居座ってる派閥の領袖の中曽根さんと次のリーダーニューリーダーと言われた渡辺光雄さんがもらってて、はいうん、で本当に秘書が息子がって話題になったと思います。うーんそれわかります。でその秘書にして息子が渡辺芳美さん、はいね、息子がもらっちゃったよってね、俺も総理封印したな、ね、俺んとこ来てももらったけどなミッチー豪快っていうねヨッシーミッチーってね親子で、はいはい、まあでもその後何の問題もありませんからねこれ、うん、4大派閥の全ての4大派閥の全ての領袖と時期に、まあ、ニューリーダーと言われた領袖とネオニューリーダーと言われた若手全員がもらってるんですね。はい、だまあ、竹下派ぐらいじゃないですか、ニューリーダーがやられてないの、うん、で宮沢派は宮沢さんと加藤浩一、うん、安倍派は安倍さんと森喜朗、中曽根派は、まあ、渡辺美智に藤波隆夫と、はいうん、やられてますね。じゃあ次いきますか。21世紀になって、はいまあ、ここだけ刺されても困るんですけどね、まあ、加藤浩一さんはねこれ秘書が脱税したっていうね、はいうん、この秘書が政治資金全部集めてたんだよね、うんうんまあでもね、村上雅邦さんが親中派かと言われるとどっちかといえばね、小泉さんは新自由主義呼ばわりしてた、まあそっち系保守ですからね、はいうんしまあ、親中派の野中さんとかとも仲良くしてましたよね、うん、で日支連事件と、はいねはい、であるんですけれども、加藤さんは秘書の脱税で逮捕されてるんだね、あれれ検察出身で秘書がガソリン、なんか順を追ってみても左側背筋が寒くなるね。はい気づきました。じゃあこれまとめて見てみましょう。はい、三木武夫の系列は一人もやられていません。はい、むしろ刺した側です三木さん。黒幕じゃないんですよ。じゃないんですか。はい、だから三木武夫、河本敏夫、高村正彦って常に五大派閥の五番目なんですよ。だからあのお金が集まんない。でこれ見ると実はですね、河野一郎、中曽根康弘、まあ、間渡辺美智が入って、まあ、村上雅邦、亀井静香とこの系統が一番狙われてるんですね、はい、でこの人たちって基本的に5大派閥の4番目で3大派閥がいつも大きいんで、はい、結構無理な資金集めしてるんで狙われやすいと、うーんいうことですね。で、まあ、岸派系統だってその派閥の領袖こそ狙われないんですけれども全くやられてないわけじゃない。うん、うん、まあ三塚博さんがねあのゼネコン疑惑で逃げ切りましたね、うんうん、で、佐藤栄作の系統の時はまあ造船疑惑はありましたけれども基本的にはねやられてない。じゃあなんでそこまあそう吉田茂以来ここが狙われるかっていうと、検察としてもより大物を狙いたいんですよ。はい、だからです、うんうんうん、常に最大派閥だからです、うん、まああと宏池会の系統も全く狙われてないわけじゃないっていうのはそういう理由ですよね、はい、だからあの別にアメリカ陰謀論でやってるわけじゃなくて、うん、それぞれの事件に個別の理由があります、はい、っていうことをね、まあ、俗説に惑わされずに、はい、あの事実に基づいて知ってくださいねっていう。すっごい興味深かった。あどうですか。はい、はい、じゃあ、はい、3話次回は150年間検察は何をやってきたをお送りいたします。お楽しみになさってください。